どうも安藤です。武神武田信玄、長男重臣の遺伝なし攻略です。武神は地獄と違い、真意がきついというより敵のステータスが全体的に高くてきついです。つまりはパワープレイというか、裏技とか抜け道めいた攻略法はあんまりないように思います。要するに遺伝を縛ったところでそれなりに高い戦力が要求されるということです。一応この合戦の真偽の特徴として、気がほとんど自然増加しません。つまりは鬼頭くんとか正月四代目江戸城の規制さんはほとんど効果がありません。それでもバフが強いので正月四代目江戸城は使わざるを得ません。前線攻にこだわらないなら陣内は夏ポエナリ城の方がおすすめです。他にもアルティア型規制さんが有効なので、絢爛立花山城や荒岡山城もいいと思います。平属性にはアルティア型規制さんを持つ白娘はいません。つまりどういうことか、裏地落台がぶっ刺さっているということです。また移動速度変更、つまりゼロにするみたいなやつが無効です。この合戦ではとにかく射程内全体に移動速度低下を広範囲にばらまくことが重要です。つまり裏地落台とか切腹小牙城がぶっ刺さっています。完全に裏地落台接待マップです。剣術辻ヶ崎館とは何だったのか。正月塗料はまあいいとして、九龍城祭は報酬割り要因として入れています。勝野城は規制産要因です。置いとくだけで気が増えるのでおすすめ。絢爛柳川城も試してみたけどあんま変わりませんでした。お好みでどうぞ。装備について、浦真田丸は5数消するので3体足止めの武器を装備してください。持っているなら弾丸論破クラブの絶望盾がおすすめ。正月平安京はクリカラの場合、射程施設を必ず装備してください。そんな感じです。ヨドちゃん出陣。浦真田丸を後置きし、絢爛大阪城を4回巨大化します。鬼頭くんはコストゼロになるまで置かなくてよいです。裏地落台の規定限をしっかり適用してから、正月4代の江戸城の計略と鬼頭くんを使用する。絢爛大阪城を最大化。これで裏地落台と正月4代目が永続になる。この合戦では裏地落台の計略が切れると人生が終了する。とにかく定額 35% 短縮を入れて切らさないように。左から来る騎馬隊は九龍城祭の計略によるノックバックではめる。安定しない場合、巨大化を1、2回しても OK。 騎馬50くらい溜まったら正月江戸城計略を使い、一気に最大化する。赤弓に勝野城が倒されないように注意。その目切ります。待って、これはどう。三体に近づくと死ぬ。裏地落台はこの位置では巨大化しないので後回し。次は正月平安京の最大化を目指す。ちなみに裏地落台は現在の位置が最もいい仕事をします。しかし最後に武田信玄の爆風で飛んじゃうので最後まではここにいられない。その点において、剣術辻ヶ崎館で正月江戸城内のマスあたりを遠隔マスにして裏地落台を置くといいのかもしれない。関心崩落であるぞ。まだまだ楽しむよ。みんなでパーッと騒いじゃおう。太平を叶えるための礎となりましょう。竜三冠に近づく死ぬ。ここで裏地落台の自動計略をオフにすることが重要。
これは骸骨騎馬の射程内にいるときに計略がちょうど消えて大破してしまうのを防ぐためです。太平を叶えるための礎となりましょう。裏地落第はやっぱりどうあがいても一瞬だけ計略が切れてしまうのが弱点だと思います。砲手が出たら急流城塞で破壊、巨大化しなくても一発です。みんなでパーッと騒いじゃおう。楽しきが集まる宴を。太平を叶えるための骸骨騎馬を引きつけてから計略を自動。これにより計略が途中で切れないようにしている。浦真田丸はもう撤退で OK、 動画では忘れている。今回裏地落第の配置替えのタイミングが悩ましかったです。序盤は中央にいないとダメだけど、どこかで移動しないといけない。一方で災害化してからの移動だと気のロスが大きいし、かといって巨大化なしでずっというのもきつい。ここの骸骨騎馬まで無巨大化で粘ることで、この後配置替えのチャンスが来ます。これはどう。ここの中央からクルアカドスコイを倒した後、ちょうど第4波に入るところでラジラクダイと勝の城を撤退。天下の豊臣の語り、豊臣の語り部である。この配置が重要になります。武田信玄を足止めした時、幕府が回避できます。武田信玄の処理方法にはいくつかあって、足止めの他にはトークンで受けるとか打ち競りなどでもかです。トークンや打ち競りの場合のデメリットというか注意点として、武田信玄は足止めされていないと攻撃と回復が3000も上昇してしまいます。足止めすると攻撃的には受けられなくないくらいにはなりますが、受ける場合の注意点は爆風範囲の他の味方が巻き込まれやすいということです。特に中央の遠隔マスが死ぬのがでかいです。トークンをさらす場合、適当に左のマスに置くのがいいですが、裏地落第を使っていると武田信玄の射程が低下してしまって左に届かなくなってしまうのもとの向きです。裏真田丸で受ける場合、レベル125の前提ですが、正月平安京の攻撃デバフと防御バフがあれば大体 OK なので、正月平安京がめっちゃ重要です。射程施設があるとギリギリ最善のマスまで届きます。巨大化4回で受け切れていたので、裏真田丸のレベルがもっと低くても大丈夫かもしれない。ポイントは以上かな。正直これに審議が追加されるとか考えたくない。来週のフル審議はおそらく雪徳馬場を解禁すると思います。ご視聴ありがとうございました。最後までお楽しみください。邪気払いには小豆がゆ、大変大仏茶で一服。体も心も三番に近づく。死ぬ。三番に近づく。死ぬ。関心崩落であるぞ。この地こそが沢田の獲物。みんなでパーッと騒いじゃおう。大仏茶で一服どうですか。体も心も邪気払いには太平を叶えるための礎とな。龍、これはロン。三番に近づく。死ぬ。体、心も関心崩落であるぞ。我が内なる獣の動国を聞け。我が内なる獣の動国を聞け。邪気払いには小豆がゆを。太平を叶えるための礎となりましょう。龍、これはロン。三不間に近づく。死ぬ。関心崩落であるぞ。みんなでパーッと騒いじゃおう。この地こそがサラダの
獲物は貴様だ。ジャティバラインは小豆がゆをどうぞ。そう、太平を叶えるための礎となりましょう。龍、拡散負担に近づく。死ぬ。この地こそか。我が内なる獣の慟哭を聞け。体、心も。ジャティバラインには小豆がゆをどうぞ。太平を叶えるための礎となりましょう。体、心も。この地こそがさらばの関心崩落であるぞ。ルー、これはみんなでパーッと騒いじゃおう。体、心も。ジャティバラインは小豆がゆを。太平を、この地こそがさらばの関心崩落であるぞ。みんなでパーッ。ルー、これはどう。ジャティバライ、この地こそがさ、太平を叶えるための礎となりましょう。関心崩落であるぞ。